こんにちは、お久しぶりです。4ヶ月経ってしまったんですが、はい、やっていきたいと思います。前回がですね、秋の、1日までやったと思うんですけれど、今秋の3日です。なぜ2日がぶっこ抜けているかというと、録音に失敗しまして、はい録音に失敗しまして、全部飛んだので、今から説明していきます。丸一日声が入ってなかったわけですね。まずね、大きな小屋を建てて、新しい動物3匹勧誘しました。大きな小屋がこっちですね。これ、愛と欲望の小屋、もともとの牛小屋ですね。この近くにここです。より大きな。おわー、小屋があります。はい。もうどこに建てても邪魔なぐらい大きかったので、本当は愛と欲望の隣ら辺に置きたかったっちゃ置きたかったんですけど、もうそんなスペースがないぐらいですね。はい。入ってみましょうか。こちらには、3匹の新しい動物がいます。これ、ウサギですね。どう見てもウサギじゃないので、お前はモコナだという名前が入ってます。あ、出ちゃった。で、これなんだっけロキソニン。こいつなんだっけ、こいつ結局何者なんだっけな あとバッファローです。バッファローは同級生という名前がついてますね。はい。名作なゲームですね。彼らも共に今度から僕の仲間となりました。とりあえず放牧しましょうかね。で、あとは、こっちの方に、もうどこに収納してるかも覚えてないんだけど、収納どこだっけな？もう収納だらけなんだよな、この辺。これ食材だな。料理ボックスがここか。はい。結構料理が今入ってて、この中にもあるかな。ティーとかは自分で作ったかな。まあ、メシボンっていうのが、メシボン、いたじゃないですか。妖精みたいなやつ。はい。彼がね、かなりご飯を作ってくれて、これで毎日リンちゃんに渡すプレゼントの増産体制が整いました。彼らに任すことによって、いよいよ愛の形がわからなくなってしまったんですけれど、はい。続々とね、渡していくつもりでございます。そんな感じで、はい。今日もやっていくんじゃないかな。で、ただここまでやってきて、もう随分見せるところ見せてしまったので、まあ、そうですね。うん。どうでしょうかね。もう結構見せるとこ見せたから、まあもしかしたら丸一日作業をするだけで、特に紹介するところのない日とかもこれから出てくるかもしれませんね。はい。まあその場合は飛ばされると思うんですけれど、よろしくお願いします。なんか起きた。あ、これまた中に住人が入ってるやつでしょ。どうせ。あ、後ろに黒い牛もいるんだね。これは誰のイベントだ？ていうか、そうか。あ、デーモンだ。あれ、これ本物？大丈夫、うちの店の牛だ。たまに逃げ出すんだ。あ、本物だったわ。また、町おこしとか言って住人が入ってんのかと思った。危ないからじっとしてるんだ。いや、牛の扱いは僕も慣れたもんですよ。栄えるぞ、姉貴が心配してるぞ。彼も本当は攻略できるんですが、全然愛情度を貯めてないですね。いい子だ。そっちは怪我ないか。そんなやわじゃないんでね。そうか、よかった。意外な特技があるね。そんなんじゃないよ。こいつがいれば、まあもしかしたらあれなのかもな。こう、夫婦でね。牧場経営とか、良かった感じかもしれないね。
まあ僕の本命はリンちゃんなのでね。リンちゃん今日のティーだよ。お店を手伝ってるといろんな人とお話ができて楽しいです。なんかほんと距離感が変わんねえんだよな。恋人なのにな。ほらティーだよ。はい。喜んでるね。よかったよかった。すまんなじいさんな。目の前でイチャついてな。これ石ころあげるからな。これで我慢してくれな。ついにバイクを直すためになぜか必要なオリーブ結晶手に入りました。2個もあれだけないなーって言ってたのに。これでバイク直るんじゃないか。すごいキラキラしてる。バイクがついに手に入りますよ。ただまあうちには麻也のトップガンがいるんで、バイクと速度が変わらないんであれば、まあ、あんま使う必要もないんだよな。まあせっかくのバイクなんでね、バイク戻ってくるんで喜びましょうか。明日ぐらいには直してくれてるのかな。楽しみですね。おはよう、私はタナトス。突然で悪いんだけど、うちの店まで来れるかな。これがバイクイベントじゃないですか。ハテナ浮かべてるけど、自分で納品したんだぞ。おお、来た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 。預かってたバイクの修理終わった。よーし、これでこんな村からおさらばできるな。うん、実はこのバイク、俺が修理したんだぜ。時間かかってすまなかったな。その代わりそう簡単に壊れないようにしておいたぜ。ああ、ありがたいね。修理代は、そうだな、今度一緒にツーリングする上でどうかな。あ、ナンパだね。でも俺にはリンちゃんがいるから。うん。いや、リンちゃんがいるから。バイクの色変えたくなったら声をかけてくれ。まあいいよ。色はこのままで。バイクは君の家に送っておくからね。なんか、横付けされてる感じかな、家の。何かあったら頼れって言うけど、別にバイクのカスタムとかもないだろうから。まあそんなに頼ることもないでしょうね。きっと。お、あるね。ちゃんとヘルメットもつけて、おぉ。マヤのトップガンとそう変わらないね。スピードは。あ、結構バイクにしては徐行ぐらいの運転じゃないの。これは。叩くじゃない。収穫しよう、収穫。トマトを収穫しよう。はい。バイクが無事治りました。なんだ。あれ祭り？このような時間に片付けない。私はタナトス。今日は祭りの知らせに参った。3日後にキノコ祭り。3日後の話をこんな朝にしに来たのね。あ、おもちゃのキノコを集めるの。あ、キノコ狩りみたいな感じじゃないんだ。まあ参加しますよ。どうせその日1日待ち使えないんでしょ。3日後ね。今が秋の5日 ?5 日だっけな ?5 日だ。らしいぞ。どうやらそうらしいわ。お、リンちゃんと愛を深めに来たぞ。親愛なるサンドライ、俺にも、なんか、ほら、ないの。私にも大切な人ができたよ。でもまだ何をすればいいのかよくわかんない。あ、いいね。こういうの覗き見れる。ミシェーラみたいに彼氏に夢中になってあなたのことを忘れたりはしないつもり。いつかきっと遊びに行きます。いいね。リンちゃんそれ何 ?QR コード作ってんの。追伸押し花を3つ揃えます。オレンジ色はナスタチウム。青いのはルリジサ。白いのは知らない花。あなたの親友リン。いいね。知らない花混ぜるのいいね。待たせてごめんなさい。弁当。あ、弁当。いつも俺が飯あげてるから。なんかちょっと思うとこあったのかな。アンジェラさんに聞いて頑張って作りました。お、口挟んでくんじゃねえよ。水さすねえ。いいねえ、アンジェラ直伝のお弁当。わしなんかいつもピーナッツバター塗っただけのパンだよ。あ、間違えた。ログいじっちゃった。それだっておじいちゃんがそれでいてるから。
わしはそれで十分だよ。まあ、今日はわしのことなんか忘れて楽しんできなさい。はい。あ、なんかお出かけするのかな。あ、あれかな。ピクニックでお弁当みたいな。素敵じゃん。で、毎回お前とは森に行くんだな。アンジェラさんに憧れてるんです。パワフルで何でもできて。アンジェラすごいよな。うん。あの声量。もう何十年間、20年間ぐらいあの歌声でやってるのはすごいよな、やっぱな。僕はやっぱシャングリラとか、まああとは、あれかな。宇宙のステルビアあたりの曲のあれが良かったかな。今日のお弁当は自信作なんです。アンジェラさんに少し追いついたと思う。あ、この花。何？こういうの探してたんです。目立たないけど綺麗ですけどね。ですよね。この辺りで食べませんか？お弁当。いいよ。どこでもいいよ。お前雨の中で撃たれてても何も気にしないみたいだからもうどこでもいいよ。見た目は悪いけど味は大丈夫。いや、見た目いいよ。もう全然何も変わんない。私もいただきます。いいね。なんかこの、あ、美味しくないんだ。アンジェルさんが作ったのと違う。あの、全部私が食べますからお弁当はなかったことにしてください。この量は結構だよ。いや、でもそうそう。主人公はね、こういう時に、美味しいぜって言って全部食っちゃうのが主人公なんですよ。うん。ね。わかったか、りんちゃん。これが主人公の器量ってやつだよ。惚れたろ？